りなんだよ。塔に登るの言ったでしょ。夜この塔を登ればいつか外の世界に出られるって。昼には青い空、夜には星の光が見られるって。もうこんな暗い世界はうんざりなの。ごめんね夜、ごめん。私のことは忘れて、私が生まれ変われるように。やだライル、行くな。ライル行かないでくれ。君が行くなら僕は死ぬまでついていく。ここはどこ。これはこれは珍しいお客様がいらっしゃいましたね。なんだ。自らあの扉を開けて入ってきた訪問者はいつぶりでしょう。塔へようこそ、坊ちゃま。どうユリ、私の言った通りでしょ。本当に自分で扉を開けて入ってきたの？そうだよ。でもあの子めちゃくちゃ弱そうじゃない？ヘドンの試験を生き残れるかな？エヴァンついてきな。最下層へ向かうわ。はい。最下層って本気ですか？王室の警告を忘れたんですか？ウレック以来の非選別者なのよ。超ビッグイベントじゃない。そんなイベント誰も求めてませんってば。俺は命が惜しい庶民なんですよ。そんなに急いでどこへ行くのかしら。また騒ぎを起こすつもり？それともお父様の名に泥を塗りに行くの？どちらにしてもやめておきなさい。最下層はあなたが関わっていい場所じゃないの。姉さんは顔を突き合わせるたびに小言が増えるわね。やっぱり年は隠せないってわけ。相変わらず怖いもの知らずね。さあ、怖いもの知らずは私じゃないって。この私を止めようとしてる奴らだと思うけど。どうしてマスチェーニ様に喧嘩を売ったんですか。あら、小言を言う前にこの衛兵から倒したらどう。必死にまだ遊んでくれるの。これ以上は危険ですユリ様。俺が援護します。フィッシャー、カエルフィッシャー、助けてくれ。ユリ様、今です。行くよローズ。油断しないで、エヴァン。
最下層の試験は終わり。柵の向こうにいる怪物をかわしてボールを割れば合格です。簡単でしょ。結局来ちまった。ですがいきなりボールだなんて無茶苦茶ですね。まあヘドンのやつも歓迎はしてないでしょ。非選別者はいつだって塔に波乱を呼ぶもの。あいつきっと死にますね。かわいそうに。助けてやる？え？なんで俺たちが？呼んでるのよ。あいつが私をね。お、あいつ試験を受けるつもりか？さすが、期待を裏切らないわね。行くよエヴァン。ちょっと待ってください。止まれ。よろしい。この話は我々だけの秘密といたしましょう。さあ塔を登りなさい。少年と会えるかもしれませんよ。その前に協力者をご紹介しましょう。塔の祝福があらんことを。これからは正当防衛。どれにしようかしらね。新しい波に身を任せてみましょう。亀の匂いがするな。狩りの時間だ。僕にとって大切なものは全部ここにあるんです。塔を登ります。道とはそれを歩ける者のもの。鶏は初めてですか？こけ！ドンキの真の魅力を教えてやろう。最も警戒すべき時は最も静かな瞬間ですよ。お前が来ていい道ではない。道を教えてあげる。
新しい波が押し寄せてきていますね。気をつけた方がいいわよ。そこのあんた、気をつけた方がいいわよ。私はヘドンと申します。塔の一階の管理人です。
答えは常に上にある。私が申し上げられるのはそれだけです。金銀財宝、不老不死、絶対的な力、この世のすべての真実と栄光、そして切に願う人間まで、あなたの望むものが何であれ、すべてはこの遥か上にあります。そこにはどうすればいけますか。この塔には階ごとに試験が存在します。合格すると次の階に進めるというわけです。ですが塔の試験はとても過酷です。想像以上の苦痛を伴うことになるでしょう。まあ生きてそれを感じられればの話。今ならまだ引き返せます。自分の命を守る方が賢。あの子に会えるならどんな目にあっても構いません。1回の試験、ボールです。試験を通過する条件はとても簡単。柵の中に入って怪物から逃げ切るか、戦って倒した後ボールを割れば試験合格です。あの怪物の名は白い蝶ウナギ。いつもは穏やかなのですが、近頃は産卵期に加え何ヶ月も何も食べていないのでとても凶暴になっています。困りましたね。この程度の深海魚を相手におじけづくと、塔を登れなければ坊ちゃまが探しているというこの塔に女の子一人とは確かに。ナヘル。ですが冷静に考えてみてください。命より。塔へようこそ。心より歓迎いたしましょう。止まれ。ちょっと新入り、塔に来て早々死ぬつもり？聞こえてんの？あんたまさか私が言ってること分かんないとか？エヴァン、そんなとこに隠れてないでさっさと降りてきな。ユーリ様。やはりあなたが道案内でしたか。お久しぶりです、ヘドン様。心にもないこと言わなくていいから。塔の管理人一のあんたがポケットを渡し忘れるなんてあるわけ？私もたまにはミスをしますからね。余ってるポケットあるでしょ。それこの新入りにあげて。ほらよ新入り。ポケットだから新入りにはちょっともったいないけど。新入りどうだ、俺の言ってることもうわかるよな？やっぱり私って見る目あるわね。ヘドンと話があるからちょっとどいて。ヘドン、これはどう見ても20回以上の試験でしょ。ここまでする必要あるわけ？この少年が非選別者。ユリ様、それはどうでしょう。非選別者にとってこの程度のレベルはむしろ彼らは特別ですから。非選別者。この塔は選ばれた者だけが入ってこられるの。でもたまーにあんたみたいな選ばれてない奴らが入ってきたりもするのよ。招かれざる客みたいなものですか？そう、昔から非選別者は
塔に混乱と変化を巻き起こしてきた。並外れた力を持った奴らだから、みんなが恐れたわ。でも、ほら、こいつは、今までの非選別者と、全然、超ひ弱って感じだし。まあ、ほんのちょっと。だから、ヘドン先生、試験のレベルをぐーんと下げてあげるってのはどうですかね。ユリ様はそこまでして、この少年を塔に登らせたいよ。まあ、よろしいでしょう。試験の難易度を下げるために、黒の三月をこの少年にお貸しするというのはどうでしょう。はあ？私の武器がどういうものか知ってるくせに！自分の何かをかけてまで少年を塔に登らせたくはない。まあ、それは致し方ないでしょう。他でも、では、坊ちゃま。このまま試験を開始するとしましょう。新入り、あんたの名前は？夜です。25日の夜。塔を登りたい？それともここで諦める？諦めません。絶対に探さなきゃいけない人がいるから。アムズイベント可視モード、ほら黒の3月よ。ユリ様、それはダメです。王から賜ったものを王に知られたら即刻死刑ですよ。黒の3月を使ったところであんたが勝てるか。でもこの試験を受けたいって言うなら貸してあげ。ありがとうございます、ユリさん。必ずお返しします。ユリ様、どうしてここまでして、あの少年を助けてやるんです？まさか本気で、非選別者が塔を変えてくれるとでも？そんなバカみたいな期待はしてない。私はただ、あいつが気に入っただけ。分かってたのか。勝つための道を、その道を突き進む気か。ちょっと死ぬ気！クソ、早く行って助けないと。待ってください、ユリ様、あれが正解なんです。何バカなこと言ってんの。腹ペコウナギに身を捧げることのどこが正解よ。違うんです、あれを見てください。刺したの？口の中にわざと入って？逃げずに深海魚に立ち向かうこと、それがこの試験を通過する唯一の道なんです。あんた、分かってながらどうして何も言ったところで無駄です。普通はあの方法を思いついたところで実際にはできやしない。勇気や大胆さっていうのは無数の訓練の末にできる確信の上に生まれるものだ。だがあの少年が持っているものは勇気でも大胆さでもない。少年が探している誰か、その誰かを失うかもしれないという恐怖があらゆる恐怖を飲み込んでしまっている。何を、どういうこと？黒の3月に疲れて割れないボールなんて、そんなもん見たことないわ。さあ、とてもよくできているのでしょうね。クソ、新入り、今すぐ棄権して。クソ、あいつの意識が戻った。おい新入り、黒の3月に喋りかけるんだ。力を貸してくれって。力を貸してくれ。塔を登る力を僕に。そんなに上に行きたいの？黒の3月。
珍奇な金銀財宝、魔法の味の果実と天の美女たち、それよりも甘い権力と名誉、あなたを上に向かわせるのはこのうちのどれかしら。ラヘル。ラヘル、一緒に暮らしてた友達の名前です。彼女だけ見つけられたら僕は塔に登れなくてもいいんです。つまらない男ね。いいわ、手伝ってあげる。今回だけね。ガキのくせして一丁前に。ちょっと可愛い顔した男だからってヘラヘラしやがって。消えた。ボールに何を仕掛けたのよ。少年は上に進みました。ヘドン、あんた一体何を考えてるの。私は塔を訪れる者に試験を行うだけです。その者が望む者の歌詞にふさわしい試験を準備する、それこそが塔の管理人の宿命なのですから。行くよ、エヴァン。黒の三月を持って行った新入りのとこに。はい、ユリ様。少年は上に進みました。あなたはどうなさいますか、お嬢さん。あなた、今日はくじ運がいいか。眠い。今日の夢は胸騒ぎがする。私は醜いのが嫌い。だって醜いから。